ここしかないと言えばないですよね。なくしてしまうと困る方がたくさんまだたとえ数名でもいてはると思うと寄り添ってあげたいですよね、子供に。姫路駅の北側にあるネオン街、魚町。そこを北に抜けた一角に夜の街で働く親が子供を預ける保育園があります。キッズランド、マザーグースです。月決めで来られている子はちょっと10名弱いますけど、その子たちはほぼシングルマザーで、仕事はもう、ラウンジクラブっていうような形のところで、だから寂しい分をなんとかケアしてあげれたら。姫路市内で唯一日をまたいで利用できる保育園、その夜を覗いてみました。午後5時半、ユラ君がお迎えを待ちよるのに、キッズランドマザーグースが一日で一番忙しくなる時間帯を迎えます。はい、さようなら、おっちゃんにはバイバイ、さようなら。夕方までの預かりを終え帰っていく子どもたちがいる一方で、登園してくる子どもたちも、はい、こんにちは、ママ、ご飯3人もおかずだけあるんで、ご飯また毎日ではないんですけど、何回か一時保育で夕方預けたりしてます。助かってます、ね、すごく。認可外の保育園、キッズランドマザーグースでは現在昼と夜の二部制で子どもたちを預かっています。バイバイ、バイバイ。夜の部は午後6時から日をまたいだ午前2時まで、多い時で15人近くの子どもが夜の時間を過ごします。そのお母さんのほとんどが姫路のネオン街、魚町で働くシングルマザーです。月曜日から土曜日、今はその夜のバイトしますから、昼間やめて仕事ならないかな、こっちがあるから助かってます。園長の大島徳恵さん、今から30年ほど前にこの保育園を開きました。当時は5人ほどの預かりからスタート、24時間体制だったといいます。24時間でやりながらのもうお迎えが3日も4日も来られないっていう保護者の方もいらっしゃって、その子たちをこう預かっていくにつれてだんだん怖さとお迎えに来ていただけるのかという怖さもありますよね。そういう中から少しずつ時間を5時、3時、2時っていう感じに今してます。今は日をまたいだ午前2時までと預かる時間が短くなっている保育園。それでも夜の時間のほとんどを子どもたちはお母さんと一緒に過ごすことができません。寂しいですよ、それはあります、もう絶対もう 100% って言えるぐらい私は寂しいんじゃないかなと思います。私らが逆にお母さんの代わりにはなれないかもしれないけど、そこに近い状態だから家庭、ここが家庭であってもらいたい。午後6時半、夜ご飯の時間です。今日のメニューはお母さんが手作りしたお弁当や
保育園が用意したシチューなど様々。春巻きとか食べるの？すごいな。え、それ好き？すると。どうしたの？お風呂上がりみたいな格好やった。三姉妹がやってきました。はい。じゃあ、え、ご飯食べてきた。ご飯お願いしたいです。OK、わかりました。子供たちはお母さんの出勤に合わせて登園します。そのため時間もバラバラです。最終の受け入れだから8時ぐらいかな。あと2組。はい。あと2人。が予定者ではあります。夕食が終わると自由時間、子供たちはおもちゃで遊んだりダンスを踊ったり、そして先生と一緒に工作をしたりと、それぞれが思い思いの時間を過ごします。ピンクがいいお友達は？そうしているうちにも、はい、マザーグースです。はい、はい、今日何時からですか？どうやら急な預かりが入ったようです。はい、ベビーちゃんの予約です。女の子9時までのご予約であれば受けます。まあ、必要とされてるんであれば、そこはもう働く以上は預かるというのが前提にはあるんですけれども。その後も子どもたちは次々とやってきます。気づけば部屋は子どもたちでいっぱいになっていました。時刻は午後9時。そろそろ寝る時間です。消すよ電気。はい、ごめん。そしてこの日最後となる子供がやってきました。頑張ろうな、頑張りましょう。すいません、照れくそしちゃってます。結局この日は16人の子供がお母さんが迎えに来るまでの夜の時間を保育園で過ごしました。そして日付が変わった午前1時過ぎ、ママや、嬉しいした仕事を終えたお母さんが次々と迎えに来ました。三姉妹のお母さん、子供たちをここに預けることになったきっかけを聞きました。塩町でお店を開業させていただいて、それでママさせていただいてるんで、ここはちょっとだいぶ必要やね。うん。ってなったら私自身がお店に出れなくなっちゃうんで、うん、多分ママっていう開業の道は多分なかったと思いますね。お母さんのしっかりサポート、それは大事だと思うんですよね。なくしてしまうと困る方がたくさんまだね、数名、たとえ数名でもいてはると思うと、まだまだもうちょっと頑張ろうかなとは思いますよね。お店の方だよね。あ、そうです、お店の方だよね。はい、この日最後のお迎えです。お母さんがまだ仕事のため、代わりにお店の人が迎えに来ました。バイバイ、今日かしこかったです。来たら寝て、さっき起きて。伝えておきます、ママに。はい、お疲れ様。はい、今日はこれで1時56分。終了。終わりました、無事。ご苦労様です。こうして、キッズランドマザーグースの長い一日は幕を閉じます。